今度はベルトの張りをしていくので、バールと12のメガネで締めていきます。これは右手でバールでテンションをかけながら締めていかないいきましょう。よいしょ。これもあんまり締めすぎると折れちゃうので、人間トルクレンチで締めていきます。グッとグッと、はい、これでベルトの張り調整とこれを締めて OK ですね。そしたらガスを入れます。よいしょ。準備完了。次は真空引きの準備をしていきます。まずバキュームポンプ、これですね、を使って、今の使って配管内にある大気を負圧にしていきます。上だった。見えねえか。ここに接続していきます。そしたらスイッチオン。スイッチがどこだ。わかりません。わかった。ちゃんと詰まってること確認してくださいね。はい、これでしばらく待ちます。この真空引きできたら、この針が大気に戻らない、ゼロに戻らないで止まったままになるんで、それを確認してください。もし、上がるようだったら、戻るようだったら、漏れてるという
ガスが漏れてるっていうことなんで、まあしばらく待つのに以上です。